皆さんこんにちは。カズビデオのカズです。今日はですね、ウルトラレプリカベータカプセル新ウルトラマンバージョンの紹介です。えー、今日は2023年1月28日にこれを撮ってますけど、昨日これが送られてきました。で、ちょっと前に、このウルトラレプリカのベータカプセル55周年記念バージョンの紹介をしましたけど、まあ、こっちはあのもう、まあ、いわゆる初代ウルトラマンのベータカプセルなんで、 ま、この新ウルトラマンのベータカプセル。まあ、若干デザインが、あの、初代ウルトラマンと違うので、まあ、その辺の比較とか、あと音声もどれぐらい違うのかとか、そういうのも見れたらなと思っております。それでは早速開けていきます。さあ、どんな感じで入ってるのかなおおおこれは、 これまたなんかシンプルでかっこいい感じの箱じゃないですかさあ、箱こんな感じです。まあ、表面、表紙はあの、ブラックにベータカプセルがあって、後ろに、まあ、ウルトラマンですね。リピアが映ってますけど、いや、かっけーなーあ、パッケージ、シンプルですね。黒と赤、ウルトラレプリカに、えー、ウルトラマン、新ウルトラマン空想特撮映画って書いてありますね。 まあちょうど隣に前回のウルトラレプリカのベータカプセル55周年バージョンありますけど、もう全然違いますね、雰囲気が。そう、やっとこれが来て、もうずっと待ってたんですよ。映画自体が去年の5月で、このレウルトラレプリカの予約が始まったのが夏ぐらいでしたかね。ほんとこれを今か今かと。 心待ちにしてました。おお、さあ、入ってますね、ベータカプセル。え、めっちゃすごいんですけど、これ。あ、重さ結構軽いですね。こっちのベータカプセルの方がちょっと重たいですね。台座は、台座は、あれですね、この間のベータカプセルと、 同じですね。これは差し込んで、これで完成ですね。こっちがあの、えっ、ー、と、この間の55周年記念のベータカプセルの台座ですけど、あ、一緒ですね。あ、これいいな。いや、ちょうどあの、一緒に飾りたいなと思ってたんですね。この昔のベータカプセルと、今のベータカプセル。おお、あ、 これいいこれいい。そう、こうやって飾りたかったんで、あの、台座のデザイン統一は嬉しいですね。あ、説明書入ってないんですね。この Web の取説を見ましょうって書いてあります。ちょっと取説見ます。さあ、ベータカプセルのページを出しました。あの、説明書ですね。まあ、内容物は、あの、ご覧いただいた通りですけど、意外と読んでみて結構シンプルな感じでしたね。あの、 初代のウルトラマンのベータカプセルと一緒で、あの、蓋外してボタン電池が入ってるところとかも一緒みたいですね。このカバーの下に電源が入ってるみたいです。で、台座さっき組み立てて、意外とあの、ギミックはシンプルですね。もう本当に変身音が入ってて、最後のクライマックス戦遊びっていうのも入ってますね。まあ、ちょっと実際に鳴らしてみましょうか。電池はあの、テスト用が入ってるって話なんで。 これね。てか、あれですね。改めてちょっと、ベータカプセルをしっかり見ましょう。あ、これ、これいいな。この中になんか球体が入ってるようなやつ。そう、なんかあの、これ予約開始になった時になんか分割線この辺の分割線が気になるっていう話もあったんですけど、まあ、そんなパッと見全然気にならないですね。 で、なんかシルバーの塗装もしっかり入ってますね。結構軽いですけど、あの、高級感ある見た目ですね。で、これスイッチ。あ、結構カチって言うんだ。あ、で、下に倒すと出てきちゃうってことね。で、もう一回押すと。あ、これいいな。これ結構しっかりしたスイッチで好きだな。 これ前の、前のっていうか、この間のベータカプセル。これは、ま、これもお仕事あるスイッチですけど、うん。スイッチの押した感触は、シン・ウルトラマンの方が好き。で、下の方はこんな感じですね。いや、いいなぁ。これはいいなぁ。 で、えっ、ー、と、カバーパーツを開けてみます。ここだね。この、スイッチを、えっ、ー、と、左向きに見て、このカバーですね。こいつを、あ、これだ。あ、こういう感じなんだ。取れました。結構シンプルめですね。 前のベータカプセルはどうだろうこないだのベータカプセルと比べるとこんな感じですね。なんか、同じような感じかなとも思ったんですけど、でも電池蓋があるのは共通してますね。で、スイッチもここにあって、まあ、蓋の下の比較はこんな感じですね。じゃあ電源を入れます。 あ、特になんか起動音とかが鳴るわけではないみたいですね。で、もう一回ここ閉じます。こんな感じ。さあ、それでは音鳴らしてみましょうか。で、行きます。<laughs> すげえ。 劇中通りっすね。そう、この変身待機のこの光好きなんですよね。音とか。で、もう一回押すと。すげえ。あの、こっちより音大きいかな。 ちょっと聞き比べします。うん。若干、シン・ウルトラマンの方が、音大きいですね。で、クライマックス戦遊びってのがあって、もう一回押す、もう一回押して、また押すと、また、えっ、ー、と、違う音が鳴るかな。多分、あの、最後のゼットン戦のやつですよね。 違いが、違いがあんまりわかんない。え、ちょっと待って、もう一回やっていいですかもう一回やっていい。電源を入れ直しました。これちょっもう一回最初からです。最初から。<noise> で、もう一回やって。 ああ、若干音違う。もう一回やりますね。これ最初のやつ。<noise> この後ろの最後の方の音が多分違うと思うんですよね。このクライマックス戦遊びの時と。 なるほどね。若干分かりづらいけど、でも確かに音違う、違いますね。で、こっから3分、この状態で3分放置してると、スリーブモードになるって書いてあるな。ちょ、ちょっと3分、放置してみますか。さあ、あれから3分ぐらい経ちましたけど、あ、なるほどね。なんかスリープ音的なのはならないけど、もう勝手に電源が落ちた状態になるってことですね。 だからこうなったらもう一回電源入れ直さないといけないってことですねちなみにスピーカーはここですね多分。 まサウンドはこんな感じですね。じゃあ、ちょっとこっちと比べてみましょうか。まあ、見た目は、まぁ、あ、明らかにデザインが、デザインが違うというか、まあ,あの、初代のベータカプセルをベースに作ってあるけど、まあ、カラーリングとかも違いますね。で先端の光る発光するところも、造形が違うけど、ベータカプセルだって言われて、 渡されても納得するデザインですよね。シンウルトラマンのやつも。で、えっ、ー、と、サウンドは。初代のやつ。で、シンウルトラマン。まあ、ほぼ一緒ですね。ちょっと同時に鳴らしてみますか。 ちょっと、シン・ウルトラマンの方が長めなんですね。後ろの音というか、最後の方の音が。まあ、初代ベータカプセルとの比較はこんな感じです。ちなみに暗いところでやると、すごいっすね。この中の球体が浮かび上がるような感じいいですね。 ででるとこんな感じですさあ、皆さんいかがだったでしょうかまあ、こんな感じで、えー、ウルトラレプリカ、ベータカプセル、新ウルトラマンバージョンの紹介でした。まあ、前に、レビューした、あのー、初代の、初代のベータカプセルと比べると、まあ、もちろん収録する、収録されてる音声は少ないんですけど、まあ、造形は、もう劇中のまんまだと思いますし、あの、音も若干大きめで、個人的には結構気に入ってます。まあ、このスイッチのところとかも。 あの、お仕事会があって、非常に良かったなと思ってます、まあ。この前の初代ベータカプセルと一緒に飾ろうかなと思っております、まあ。ウルトラマンに関しては、この前デッカーが最終回迎えて、で、今日から、あの、ウルトラマンニュージェネレーションスターズが始まって、なんかもう早速 Z が、なんかあの、いろいろ面白かったですけど、まあ、あの、これからも、まあ、今年はあれか、あの、令和、いわゆる令和版のガイアがやるのか、それとも、 あの、れ、令和版の銀河というかなんか、その銀河をモチーフにしたウルトラマンがやるのか、まだ情報が出てないと思うんですけど、まあ、そういう、あの、今後のね、ウルトラマンの展開も楽しみにしてますので、またなんかウルトラマン関係のアイテムゲットしたら紹介できたらなと思っております。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。ベータカプセル、私の好きなアイテムです。